たるドイツからそしてベルギーから約70名の皆様をお迎えしております。でその中にはですね、現役のお母様方だけではなく、日本語教師、そして、補習校の先生方もいらっしゃっています。本日のセミナーはメイン講師に山本恵美を迎えまして、上野純子、そして私、メラヨシエでお送りいたします。皆様どうぞ本日は最後までよろしくお願いいたします。まず本編に入っていく前に、このイントロダクションでは、そなたの土台となるお話をしていきたいと思います。はい、題しまして、マルチレンガルの土台とはということなんですね。でまずはちょっと皆様方に、質問があります。質問したいことが、あります。ここ、オランダということで、子どもたち、さまざまな言語を習得していきます。例えばご夫婦のどちらかが日本語話者であれば、日本語を習得することになるかもしれません。またですね、オランダで生きていく以上はオランダ語が必須です。今自分にちょっと言い聞かせています。そしてインターナショナルスクールに通われているお子様がいらっしゃる場合、英語が必須になってきます。ご家庭によっては、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、中国語、さまざまな言語を家庭内言語として話すと、そのようなご家庭もいっぱいあるかと思います。まあ、そんなですね、多言語なマルチレンガルな環境の中、私たちが子どもたちに言葉を教えていく上でネックとなることを教えていただきたいです。皆様にお答えいただいた答えが、まず時間が少ない、時間の問題、そして環境、現地ごとの状況、言語が混ざるということですね。さらにはモチベーションやる気、これはかなり大切になってきます。そして最後に家族の理解というものが出てきました。まず、そうですね、最初の時間、環境、モチベーション、これに関しては、この後山本の方の本講演でお話しします。まず、このイントロダクションで皆さんに注目していただきたいのが、この家族の理解というところなんですね。まあ、日本語教育というものは、ご存じの通り親子間だけの問題ではありません。それはこの会場に足を運んでくださっている皆様ならば、そうだそうだと首を縦に振る、それは紛れもない事実です。子どもの日本語教育問題、そして言語問題というものは、親子間のみの問題ではなく、子ども対父親、子ども対母親だけの問題ではなく、それはパートナー間の問題、そして家族の問題、そして時として親戚者が介入してくる問題へと発展していくことがあります。それは前回に収集しました私どものアンケートでも、そのような答えを、そのような悩みを抱えていらっしゃる方たくさんいらっしゃいました。すなわち子どもの日本語教育問題、さらに言語問題において家族間で意見が一致しているということは不可欠なんですね。そして家族間で意見が一致していると、このようなベースがあって初めて実践編が成り立っています。今回のイントロダクションではこの部分に少しだけ焦点を当てて、心理学をもとにご自身とパートナーの分析のための実践的なツールをご紹介していきたいと思います。手元の資料、参考資料をご覧ください。ワークシートの方ですね。このワークシートはですね、アメリカの著名な心理学者マクブロー氏が家庭内のトラブル、夫婦間トラブルを解決するために生み出したそのワークシートに、私どもがさらに手を加えたものでございます。そしてこれを私ども公明名しましたアイディアスケール。これは子どもの教育問題だけではなく、夫婦間で意見の不一致が生じた際に非常に役に立つものです。と申しますのが、私自身日々の生活の中でですね、このアイデアスケールよく取り入れています。夫と夫婦喧嘩になりそうな時にこのアイデアスケールを持って問題を解決していくと、そういうものでございます。これでですね、実際夫婦喧嘩が少なくなったといっても過言ではございません。ですのでこのアイデアスケールは私ども夫婦が、その効果はですね、私ども夫婦が実証済みということで、皆様ご安心くださいませ。
まずはですね、使用するのはこの2つの質問なんです。アイデアスケールの質問、例としてあなたにとって以下のことはどれだけ必要ですかということで、まず1番目、家庭内で子どもと日本語を話すことはあなたにとってどれだけ重要ですか。さらに2つ目、子どもをお修行や日本語教室に通わせることはあなたにとってどれだけ大切ですか、重要ですかという質問です。まずは、私たちにとって一番身近な質問を見てみましょう。まず1番ですね、家庭内で子どもと日本語を話すことはあなたにとってどれだけ重要ですか。まずこのアイデアスケールステップ1はですね、質問に対しイエス・ノーの答えではなく、素直な気持ちをマイナス中からプラス中の間の数値で表していきます。1番ステップ1、数値で表すということで、まずはですね、私ども夫婦の、答えを皆様にご覧いただきます。現在私どもには小学2年生の息子と幼稚園年少の娘がいます。それに対しての、私の、答えはプラス10でした。ですのでここにメモリーのところで10、これが私の答えですね。で、なぜ10かというと、私自身日本語話者でございますので、子供には日本語を話してほしい、子供とは日本語で話したい、そういう希望はあります。では私の夫はどういうふうな答えを出したかというと、じゃじゃん、なんとですねプラス10だったんです。で、そうなんです、私自身すごく驚いたんですね。で、どうして驚いたかというと、私の主人日本語者ではないんです。というか日本語全く話せませんし理解もできません。日本語以外の、ね、言語の才能はあるのになぜか日本語だけ落ちてるというですね、感じで、あえて、話せる日本語といえば、必死に暗記した機内アナウンスぐらいなんですけれども、じゃあそういう日本語話者ではない彼がどうしてプラス中と言ったかというと、子どもたちにより多くのことを学ぶ機会を与えたいから、その一心でプラス中だったと話していました。幸いですね、この質問に関しては私どもの夫婦意見一致、同じ答えを出しています。しかしもちろんですね、ご夫婦によっては全く答えが異なる、そのようなこともあります。その上ですね、家庭内で、日本語を話すことに嫌悪感を抱くと、そういう方たくさんいらっしゃいます。では、そのような平行線をたどってしまいがちな対立が生じたときにどういうふうにやっていけばいいのかというのが次のステップ2なんですね。ステップ2では天秤にかけます。お互いの気持ちを天秤にかけて、より気持ちが重たい方、強い方を優先させるというプロセスなんです。気持ちが強い方を優先、数字で出してみるんです。すぐ分かるかと思います、どちらの気持ちが強いかということですね。で、まず、次の質問を見るときに、ここです、2番目、先ほどお話した2番目の質問、子どもを補習校や日本語教育に通わせることは、どれだけ重要ですかという質問ですね。実際の週末には、子どものスポーツの試合が、行われたり、やはり中には、週末というのは、家族の時間だと、ゆっくりする時間だと、そう思っている方多いです。じゃあそんな週末に子どもたちを学校に通わせることはどう思っているのか、それはどれだけ重要ですかっていう質問なんですが、これに対しての私の答えは5でした。5。じゃあ実際夫はどのような答えを出したかというと、じゃーん、マイナス10なんです。で、これはですね、理由がありまして、決して彼は日本語教室とか日本語の補習校に対して嫌悪感を抱いているわけではないんですよ。そうではない。なぜかというと、子供がね、私たちの子供が生まれる前から、主人は、夫はかつて彼自身が経験したボーイスカウトに子供たちを通わせたい、ずっと言ってたんですね、そのことを。で、そのボーイスカウトがあるのが土曜日なんです。なので土曜日に子供たちをボーイスカウト、ガールスカウトに通わせることは何があっても譲れない。最初ね、ノーって聞いてると、あ、そっか、譲れないんだと思うんですけど、マイナス9って聞くと本当に譲れないんだなと思って、ここで意見が対立です。じゃあどうするか、先ほどお話しした天秤にかけたときに、もちろん夫の答えの方が、気持ちの方が重いですよね。なのでここでは夫の意見を優先しますが、ここで終わりだとね、やっぱり浸透ですよ、私、さらに夫婦喧嘩になる。
じゃあどうすればいいかというとですね、次です、3番目、次の3番目、ステップ3が実はアイディアスケールで一番大切なステップなんです。じゃじゃん、譲歩条件を出すです。分配が高かった方がそのまま勝ちではなく、譲る方が、譲られる方に譲歩条件を提示していきます。まあ、結論として私どもの夫婦の間では、ね、土曜日は補習校や日本語教室に通わせないとなったんですけども、それに対し私が出した質問の中ですね、条件がこちら、1年に1度は日本に行くこと、そして子どもたちを日本の学校に一時入学させること、さらには日本の通信教育の受講ということで、この問題は喧嘩なしにクリアです。でもステップ1、2、3と、ね、ちゃんと順位よく踏んでいったのでクリアです。このようにですね、そうやって気持ちが強い方を優先させるのだけではなく、よりそれよりもより弱い気持ちを持っている方をおざなりにしないという、夫婦間では一番重要な譲り合い精神を理論的に実施していくのがこのアイデアスケールなんですね。ただ単に補習校に通わせたい、いや通わせたくないというもイエスノーの答え、一点張りではなく、そんな感情論ではなく、実際素直な気持ちを数字で表すことで、今までイエス・ノーの答えでは見えてこなかった、その向こうにあるその人の本心、気持ちを読み取ることができる、踏み取ることができる、感じ取ることができる、それがこのアイデアスケールのステップです。でさらにはそうすることで、ご夫婦の間のより深い話し合いの呼び水となることもあります。それではですね、アイデアスケールをおさらいしていきます。まずステップ1、数値化、イエスノーではなく素直な気持ちをマイナス10から10までの数値で表す。ステップ2、天秤、お互いの数値を天秤にかけ、より数値が大きい方の意見を優先する。ステップ3、譲歩、話し合い、譲る方が譲歩条件を提示するということです。パートナーの、ね、気持ちが一体どれだけ強いのか、その数値を知ることでこちらの対応が変わってくるのは確かです。先ほど質問した1番の、家庭内でどれだけ日本語を話すこと、家庭内で日本語を話すことは大切ですかと質問に対し、もしですね、そのパートナーの答えがマイナス10だったら、もしかしたら今後の夫婦関係を考えたときに日本語で話すことはやめた方がいいかもしれない。でももし答えが0に近い数値、0、ちょっとマイナス2とか2であれば、何らかの解決法が見つかるかもしれないということなんです。それではですね、今度は皆さんの番です。アイデアスケールを使って皆さんの気持ちを数値化していきましょう。なかなかね、自分の気持ちをね、数値で表すということはないですよね、大人になってね。私の主人はアメリカ人で、確かにこの環境だとアメリカの文化を味わわせてあげることが難しいな。例えば昨日話したのでハロウィンをやってあげることができてないので、あ、自分がやろうとしてないなと思って、それで決まりました。なるほど。じゃあ今後はどういうふうにしていきたいですか？アメリカに1年に1回行こうと思います。いいですね。まあ、こういうふうにしてお互い歩み寄ることが、ね、大切なんですよね。もし可能であればですね、今晩帰ってパートナーに同じ質問を投げかけてみてください。でその数値を見ることで改めてご自身が変わることもありますし、お互いの、ね、数値を見比べることで、今まで見えてこなかった何かが見えてくることがあります。夫婦のご夫婦の心の安定、そして言葉の安定が子どもの心の安定につながり、ひいては言葉の安定につながることは確かです。制限ある環境の中で、限りある教材だからこそ、私たちは一番身近な家族に理解されて、サポートされて、応援されて、子どもたちに言葉を教えていくことが大切なのです。では、その言葉をどうやって教えていくのか、どうやって教えていけばいいのか、さらにその言葉を教えるというのは一体どういうことなのか、それでは本講演に入っていきます。このまま皆さんお願いします。ご清聴ありがとうございました。